はい、久保です。今日は、組み合わせ最適化とアルゴリズムの本の、相対問題について、紹介していこうと思います。で、前回線形計画問題について、その代表的な手法である単体法を説明したんですが、手法なんて覚える必要なくて、大事なことはその背景にある理論で、特に相対性、これが非常に応用する意味でも重要だということです。で、いろんなところでこの相対性が分かっていないと、拡張したアルゴリズム、列性正方とか切除平面法とか全然理解できないですね。だから手作業で何か解くっていうよりも、この概念、相対という概念、デュアリティという概念をちゃんと理解しておくことが大事なわけです。で、まず相対問題の導出法を2通り、簡単な方とちょっと理論的な方でやって、覚えるんじゃなくて自分で導出できるようにするというのがここでの目的になってます。それから相対単体法っていうのがあって、普通の単体法のその裏から見た単体法なんていうのもあるんです。で、実際に使われているのは相対単体法の方が早いので、そちらを普通は実装して使っています。ちょっとした応用についてお話ししようかと思います。で、例題は前と同じで、どんぶりチェーン店の店長さんが、3種類のどんぶり、トンコケ、コケトンミックスを、売っていた。で、最適に売るのは普通の、線形計画問題を解けばいいんだけど、その、資源制約である豚肉、鶏肉、牛肉の肉の価値を知りたい。こういう時には、相対問題が便利です。その制約のに対する、新たな問題を考えて、その資源のその価値は何かっていう問題が、その問題裏から見た問題、それが相対問題になるわけです。で、まずは簡単な方の導出法で、式を足し合わせることによる導出というのをやってみましょう。で、まずは、式を足し合わせて上階、これ上階と言います、アッパーバウンドを出します。これ何かっていうと、子問題の最適値以上であることが保証されている値です。で、今は、利益を最大化しようという問題をやっている、最大化問題なわけで、最適値が分かってないときに、それよりは等しいか大きいことが保証されている値を使います。で、元の問題は 15x1 たす 18x2 たす 30x3 を最大化することでした。で、制約はこの3本がありました。で、これを全部、足し算します。で、係数を足し算すればいいから、今全部、x1 とか x2 とか x3 は、比符だから、足し算をして、足し算をするとそれは、この右辺60、60、30で150以下になります。で、この係数333というのをこの15、18、30よりも等しいか大きくすればいい。で、全部、10倍してみましょう。そうするとこんな式ができる。で、全部係数が、等しいか大きいので、こちらの 30x1 たす 30x2 たす 30x3 というのは元の目的関数値以上になる。で、それよりも1500は等しいか大きいので、1500というのが上階になります。必ず最適値は1500以下になっているわけです。で、前回ちゃんと最適値出して1230だったんで、まだまだギャップがあるわけですね。で、この上階をなるべく小さくしていきたいというのが、相対の概念なわけです。で、どうするかっていうと、今度は、元の式をちょっと違う倍数をして、なるべくこの係数に近づけるようにしましょう。で、今度は、違った係数をかけて、式を作ってそれを足します。で、一番最初の式は6倍かな、6倍、20倍してこういう式を作りました。で、今度は 18x1 たす 18x2 たす 32x3 になりました。で、これ元の係数よりやはり等しいか大きいので1320以下ってことが保証されました。で、さっきよりは最適値にちょっと近づいたわけです。で、次にこれをもっと一般化して、適当に数字をかけてやるんではなくて、もっと一般的に、Y1 倍、これ Y というのは変数です。新たに導入した変数です。最初の式、
豚肉のかな Y1 倍します。で次は Y2 倍、鶏肉は Y2 として、で、牛肉は Y3 で掛け算します。で足し合わせます。でこれが実は、15x1+18x2+30x3 以上になるように、この係数を設定すれば、この右辺 60y1+60y2+30y3 というのは元の目的関数値の上階になるわけです。で実はそれが相対性の一番大事なアイデアですね。これが、これ以上になるためには係数を見比べて 2y1+y2 これですね、これが15以上になればいい。で y1+2y2 これですね、これが18以上になればいい。最後のこれ y1+y2+y3 これが30以上になればいい。でこの時この、右辺が上階になる。でこれは実は最も良い、良いという意味は一番小さい上階になります。でこの Y1、Y2、Y3 を求める問題は何っていうと、実は、相対問題で、このようにして導かれるわけです。でこれをもう一度その元の問題に戻って意味合いを考えていきましょう。で今なるべく小さい上階を出したいわけだから、この 60y1+60y2+30y3 を最小化します。元の問題は最大化だったのが、今度は最小化になる。意味合いとしては、これ肉の価値で、これが肉のキロ数だったので、仕入れ価格ですね、の最小化を意味します。で、この制約式、これが何だったかというと、Y1 が豚肉、Y2 が鶏肉の価値でした。で、それを、2単位と1単位使ってできるのが、トンコケ丼でした。で、トンコケ丼の値段は15でした。1500円でした。それ以上になるようにしましょう。とするとこれが上階になるということに、先ほどのロジックから、導かれるわけなので、それぞれの丼、これはコケトン丼かなの価値以上になる、肉の価値で、牛肉は、この価値以上になる、これあとミックス丼ですね、ミックス丼の価値以上になる。で鶏肉牛肉、豚肉を1単位ずつ使うので、その1単位ずつ足したものがミックス丼の3000以上になる。で肉の価値は0以上です。でこれが非常に綺麗な相対問題になっていて、元の問題と、まあ後で言いますけど、密接な関係があって、実はこっちを解けば元の問題が解ける、元の問題を解けばこっちの問題も解けるという関係があります。でこの問題を解くことによって、最初の課題であったそれぞれの肉の 100g あたりの価値というのが計算できて、それが Y1、Y2、Y3 になっているわけです。で、もう少し、数学的なというか、まあ、よく使うラグランジュ緩和、ラグランジュアンリラクセーションというのを、経由して導いていきましょう。で、これ元の問題これでした。最大化、これこれ。条件が、左向きの不等式。で、0以上。まあ、こういう形をしたのが、主問題と言います。プライマルと言います。それに対してデュアルを作っていくために、まずプライマルの式を、ラグランジュ緩和ということをします。緩和っていうのはリラクセーションのことだから、元の問題以上、目的関数の、子問題の上階を出すようなものを作ります。緩和するっていうのは制約を一部を緩めるという意味です。でどうするかっていうと、この制約を、60-2x1-x2-x3 っていうふうに、0以上になるように、変形します。0以上のものに今 Y1 という0以上のものを掛け算して目的関数に加えちゃいます。0以上かける0以上だから、元の、問題に足し算すると必ず上階になります。小さくはならない。で同様にこれも、こっちの左辺を右辺に持ってきたので0以上になっていて、それに0以上の変数 Y2 かけるんで、この部分は皮膚になる。この同様ですね。でこれやっただけだと、この制約があるのであんまり変わってないんですが、まあ、まずこの問題が元の子問題の上階になるということを確認してください。で、ラグランジュ緩和というのがついているので、当然、緩和をします。どうするかっていうと、この制約取っちゃうんですね。まあ、その前に、あれですね、これ、x について足し算をして、ここにも x がある。ここにも x がある。というので、まとめます。15-2x1 だから 15-2y1 なんだ、こっちに y1 があるから。
15-2y1-y2-y3 というのが x1 の係数になります。まあ、以下同様に x2 の係数はこうなる。x3 の係数はこうなる。で、定数項があります。60y1-60y2-30y3 というのが、x がに関係ない項です。まあ、静寂そのままだと、これも当然変形しただけなので、元の問題の上階になっていることがわかります。で、やっとこの静寂ですね。皮膚静寂以外のものを全部取っちゃう。全部取っちゃうと、当然、静寂領域が緩くなっているわけだから、広くなっているわけだから、目的関数じゃ良くなるので、上階になる。で、これをラグランジュ緩和というふうに言います。で、うまい具合に y1y2y3 を設定してこの問題を解く。これも、ね、非常に簡単、全部0以上なので簡単に解ける。で、まあ、普通は全部は取らないんですけどね。普通のラグランジュ緩和というのは一部だけ残して、解きやすい問題を残してあげるなっていうのがコツになるんだけど、まあ、この場合全部取ったりすると簡単になるんで、簡単な問題を解きながら y1y2y3 を設定をうまくチューニングすればいいというのがこのラグランジュ緩和。で、ラグランジュ緩和のところで、よくよく見ると、これ、静寂何もないんで、この部分、x1 は0以上で、この係数が0以上だと、0より大きいと、プラスだったりすると、いくらでも大きくなっちゃう。無限大にぶっ飛んじゃう。で、いくらなんでも上階を打たいときに無限大っていうのは意味のある上階ではないので、問題はなるべく小さい上階を出したかったので、この部分というのは、正であってはいけない。まあ、0以下であるという制約になります。ここも同様、ここも同様。いいですかね。無限大に飛ばないためには、ここの係数が0以下というのが必要になります。ということで、さっきの0以下だよというのを制約にして、で、残りの部分、x に関係ない部分をなるべく小さくしましょうというと、めでたく相対問題が得られるわけです。はい。で、子問題と相対問題の関係には、間には、いろんな関係があって、まず弱相対性というのが成立します。これはまあ同質から明らかなんですけど、子問題の実行可能解の目的関数値は相対問題の実行可能解の目的関数値以下である。相対問題は上階になっている、ね、で、子問題の最適値が、無限大という時は相対問題の実行可能解がないことになります。で、相対問題の最適値が今度マイナス無限大、最小化問題がマイナス無限大にぶっ飛んだ場合は、子問題には実行可能解がないということは示せます。で、それよりも強いことが言えて強相対性と言います。で、片方が最適解を持つならば別の方も最適解を持って、それで目的関数値は一致すると。これが非常に、強い、いい性質です。だから片方を解けば別の方は解けるわけです。で、さらに、その、たどり着いた最適解、x と y ですね、に関しては、さっきのラグランジュ緩和の途中の式、制約、これ0以上というのに y1 かけて、目的関数に乗せた時の式、それを x について整理した時の式、で、これは全く同値でした。で、この、子問題の目的関数、この部分ですね、と、相対問題の目的関数、この部分が一致するってことは、これ両方とも0なんですね。両方とも0。で、両方とも0ってことは、これ、掛け算したのが0だから、でしかもこれ全部0以上だから、こっちがプラスの時はこっちが0、こっちがプラスの時はこっちが0ってことが言えます。ですね。で、当然これ全部0以上、で、こっちは全部0以下になっているので、この項というのは、こっちが、各項は0以上なんで、こっちが、プラスだとこっちは0。というので、これ逆の方の式ですね。こっちが、必ず0以下なので、各項は0以下なので、すなわち全部0になっているということは、こういう式が成立します。相補性条件と言います。何かっていう と、 余った肉の価値は0、こっちがプラスだったらこっちは、0になるですね。これ左辺見ると、これ、肉のスラック、残った分を表している式、スラック変数というのがありました。肉60、60単位のうちのこれ使った量なので、残っていたらその価値は0という意味です。で、こっちは逆で x というのが丼の、作る、個数でした。で、これは何かっていうと、価値の方のスラック、減量価格と丼の価格の差
があるんだったら、作らないということです。でこれが両方ともゼロになる相補性条件が成立するというのがこの x というベクトルと y というベクトルが最適解であることの必要十分条件になっています。さて、相対問題をベースにした単体法も作れます。で、まあ、これが相対問題でした。でこれやっぱし元と同じように辞書を作ります。辞書というのはこの今度何とか以上なので引き算したもの。でこれがスラック変数になります。で W1W2W3 というのも0以上、目的関数は同じように Z と統合で置いておきましょう。で、最小化問題だったんだけど元のフレームワークと同じにしたいので最大化にします。まあ、簡単で目的関数に全部マイナスをつければいい、マイナス Z にすればいい。で、この条件というのを変形して辞書、初期相対辞書というのを作ります。何かっていうと右辺にある変数は引き点変数なので全部0ですね。で、定数のところだからこの0、マイナス15、マイナス18、マイナス30というのは、この左辺の規定に入っている変数そのままです。こっちを0に置くと W1 はマイナス15、W2 はマイナス18、W3 はマイナス30という値で、実は W1、W2、W3 は0以上である必要があるので、これは実行可能ではありません。相対の辞書というのは、実行可能解をたどってくるんじゃなくて、ここが全部マイナスになっているわけですね。で、だから、最適性を満たしながら、どんどん実行可能解になるように近づいていくというので、実はその性質が非常に便利。で、実際の実装では相対単体法が好まれる理由でもあります。で、そうですね、実行可能になってないわけなんで、ベクトルでやると y は全部0ですね。で w はマイナスになっているので非負条件に満たしてないわけです。でこれ実は元の初期の、普通の辞書と見るとこれを行列風に書いてみるとこれ何ていうのかな、点値反転っていうんですけど、点値というのは ij i 行 j 列の値を j 行 i 列にする。だからこの60はここに持っていくわけです。この60はこっち転置してあって、しかもマイナスがついている全部。こういう関係になっています。だからまあ単に、縦 と横 ij を ji にして転置してマイナスつけたものなので、まあ同じような情報を持っています。で、だから元の辞書と初期相対辞書というのは、そういう関係になっていて、さらにこの解を見てみると相補性条件を満たしています。ね、スラックに対応するものと Y に対応するものを掛け算すると0になっている。 W に相当するものこれですね、価値の方のスラックと X を見ると、掛け算すると0になって、でだからこの関係というのは相互性条件を満たしたままそのピボットしていく、次の端点に移っていくということを表しています。で、これがそれですね。で相互性満たしている。で反復します。1反復後の辞書というのはこうなってました。相対の方もこれに対応するものを作るとやはり規定解というのが得られて、さっきここマイナスだったのがマイナスなくなりました。なるべくマイナスでない方向に移っていくということを表しています。でこの解自身は、実行可能解でも何でもないし端点でもないんだけど相補性を満たしているという性質を持っています。で、同じように、これ、子問題の方の、辞書で、こっちは相対問題の方の辞書で行くと、同じようにまだマイナスなので実行可能解ではないわけです。で最終の辞書になった時に、ちゃんと、実行可能解になっている。だから制約を破っている領域から後で図があると思うんだけど、たどっていって最適解にたどり着くというのが相対単体法なわけです。でそうですね。で、土地でやっても、まあ、実質は同じなんですけど、実務上は、相対の方が、好まれるわけです。で、相対辞書、実際の多面体で書いてみると、こんな風になっています。Y については、Y1、Y2、Y3 というのがあって、この領域の向こう側ですね。こっち側が、実行可能領域なんだけど、もともとの解、Y が全部0っていうのは外側にあります。で、ピボットしていって、こう、内側にたどり着いたときに、最適解。というわけです。
でちょこっとした応用なんですけど、まあ、収益管理、レベニューマネジメントとか、最近だとダイナミックプライシングとか言って、まあ、もともと航空運賃とかね、ホテルの、宿泊料金とかを動的に変えてあげて、で収益を最大にしましょうというのが昔から使われています。で、まあ、典型的に問題で飛行機で考えていきましょう。で、今その予定は成田からホノルル、ホノルルからハワイっていうのと、ホノルル経由でマグイに行くという2つの、予定を考えましょう。で、運賃クラスがあります。高い方が Y、 安い方が Q としましょう。で、高い方も安い方も実は、同じ席を、シェアしているという状況を考えます。ファーストとかビジネスみたいに席が違うんではなくて、同じ席なんだけどそれを値段が違うというふうにして売ってます。で、ビジネス客は自分の金じゃないんで Y でもいいよと、その代わり、まあ、寸前になって買うよ。で、普通に遊びに行く人はなるべく安い方がいいので、後で変更できないっていう不利はあるんですけど、安い方のクラスを買いたがる。その需要をうまくコントロールして、価格を使うことによってコントロールして、この飛行機会社の利益を最大にしようってことを考えます。で、この100とか40とか30というのが資源制約になっています。で、この実際の需要というのは、成田からホノルルに行っておしまいっていう人と、マウイに行きたい、だけど直行便はないんでこう行くんですね。で、または成田からハワイに行きたい、ハワイとまた違う島なんですね、これ全部でハワイって言うんだけど、ハワイ島とまた別にビッグアイランドがあって、まあ直行便、なくはなくて JAL があったような気がするんだけど、まあないものとしましょう。ここに行きたい人もこの便、このブルーのところを使う必要があるとします。で、どうするかっていうと、Q クラスと Y クラスで、収益が違うわけですね。 Y の方が高い、でこんだけ儲かる、で、Q の方が儲からない、安い、その代わり、Q クラスの方の需要はいっぱいあります。で、成田からホノルルに行きたい人の需要は80で、ハワイに行きたい人は70、マウイに行きたい人は50だけど、ハワイに行く人はさっきの図のようにホノルルに一旦行ってそこで乗り換えてハワイに行くわけです。で、さっきのキャパシティ、残席の中でこの8着地運賃クラスの それぞれの需要に対して、何人ぐらい受け入れて、でこの利益を最大にするかというのが、収益管理のための問題で、実は線形計画問題として定式化して、でそれの相対性を、相対問題、相対の解を考えることによって正しいその選択が可能になります。で、さらにそのホノルルハワイで、さっきの、需要にはなかったんですけど、ホノルルからハワイ島に行く、まあ、すぐ着いちゃうんですけど、のはいくらって設定すれば妥当なのって、これを、実は答えるためには、相対性を使う必要があります。実際のコントロールはいろんな、方策があって、まあ、価格をベースにやる、収益管理法の方が、まあ、モダンだと言われています。こういうふうに実際には出していないところでも聞かれたときに、それはいくらですよってちゃんと答えられるので、もしくは入れ子上限コントロールといって、まあ、それぞれのこの、初着地運賃クラスにどのぐらいの、これを80の需要のうち何席ぐらい残しておいたらいいのっていうのを、ちゃんと計算するという方法もあるんですけど、まあ、相対性を使った方がモダンなコントロール法と言われています。で、まあ、Excel ソルバーを使って簡単に解いた結果がこちらです。で、それぞれ収益があります。これが収益レベニューがあって、 Q クラスと Y クラスがあって、成田ホノルルの場合はここを使いますという。で、需要はそれぞれのこの黄色の部分、変数ですね、変数で最適化すべきところで、 Excel ソルバーでこの変数は80以下、需要量以下で、かつ、キャパシティ以下っていうことを、これですね、キャパシティ、ここを使うとこの 20×1 がここに来ます。で、20×1 両方使うんで、成田からホノルルからハワイ両方使うんで、これかけるこれ、これかけるこれがここに来るようになってます。で、これを横足していくと、それぞれの、成田ホノルル、成田ハワイ、ホノルル、マウイのキャパシティ以下になってるんですね。この合計、ここを足したものがこれ以下になってる。で、この2つの制約の中で、
収益ですね。これかけるこれ、これかけるこれがこれですね。これかけるこれがこれ。っていうふうに Excel を設定しておいて、ここの、これ合計したものです。これを合計したものを最大にするように。というふうにその場合に指示すると、最適解、この黄色の答えが出てきます。でそれぞれの重要80のうち20を上限として。でこれ70のうち20を上限として。だから、これ実際にお客さん来るタイミングは違うんですね。で普通 Y クラスの方が、後で来る。で、先に、普通の、こういうたくさん需要のあるようなクラス、安いクラスの方がやってくるときに、50来たとして、10人来たらそこで打ち止めするんですね。で、これが入れ子上限コントロール法というので、で、本当はバラバラに来るので、その入れ子上限というのは結構使いづらいわけです。で、どうするかっていうと、実は相対変数というのも Excel でちょっとボタンを押すと、感度レポートやってねっていうと出てきます。で、さっきのそれぞれの、成田から、ホノルル行きのところの、潜在価格、まあ翻訳変なんですけど、いわゆる相対変数の最適値が、7万円で、ホノルルハワイかな1万5000円、ホノルルマワイが9000円という価値になっているということが分かります。で、これを使う と、ここですね、ホノルルハワイの場合は1万5000円より高い値段を払ってもいいよというお客さんがいたら、そこに、その席を譲ってあげてもいいというようなコントロールもできます。で、こういう相対変数を使ったコントロールというのは便利で、例えば、ハワイからホノルルに行って、ホノルルからマウイに行きたいというね、向こうを移動したいというときに、1万5000円と9000円を足した2万4000円よりも高い値段を払ってくれるんだったら、その人に払った方が得というので、実際に運行してないような、便ですね。予定でもその価値というのを、その価格というのをちゃんとすぐに答えることができるわけです。で、最後に、線形計画問題を解くための、まあ、ソルバーというのはたくさん、無料のものから有料のものまでたくさんあります。で、昔は手作業でね、それをたくさんやって終えましょうとかやったんだけど、あんまり意味がありません。そんなことよりも相対性とか相補性条件の意味をちゃんと理解しておくのが、実務というか、いろんな応用する場面で重要になります。この後では最短路問題とか、最大流とか最小費用流というのを説明していくんですけど、ネットワーク問題を解いていくんだけど、その中でもこの相対性というのを使って、説明するようにしているので、ぜひこの部分は、理解をしておくようにしてください。ではまた。